さあどっからでもかかってこい。俺は殺すぞ。俺はお前らを殺してやる。どっからでもかかってこい。やりてえ。1決まりパターンになりつつある。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、なるほどね。多分ポーラス、多分ここが一番だろうな、分岐点は。ポーラス押すか押さないかで、多分これが環境トップですね。初で大満喫安定、もうぼちぼちこの行動し始めてる。先端がインポスターも僕インポスターですよ。入れよう。ここまでテンプレ。僕自投票しました。はい、これは間違いない。いつか事故起こらんかな、楽しみが。一旦初見して掛け槍でやったら一番バラすいんじゃないですか。いや、いつかこれ先端が最速で押しに行ったら最速で人が一人死んでるっていう場面が出くわす可能性は往々にあるかなってちょっと思ってる。さっき先端来るとき狙って先端殺そうかと思いましたもん。今回ちなみに、あ、てかね、あれ、僕殺さない、殺さずにインポスターでも押しますよ、最速で。言っときますが。僕の1票、誰だろう。黒沢さん。自分でしょ。自分でしょ。僕センターさんに目立ちたい。まだ来るタイムの残ってないっしょ。いいっすね。アベレージが死体を発見しました。位置はエレクトリカルの左上の通路です。ちょうど、T 字路のちょい右上らへんかな、にクロムさんの死体がありました。紫、青、あと誰だっけ、もう一人、緑です。緑かな。でピンクは絶対無理。赤と黄色がそのエレクトリカルのドアが閉まってて外側にいたんですよね。なんでそれも、まあ、ベントも難しいんで、キールは無理かなって思ってます。ごめん、もう一回始めの要職。あ、高田さんお願いします。ピンク、紫、青、緑かなは、ラボが浮いてるのが水色、茶色、はい、あとウェッジのセリフ、うん、水色、茶色。竹尾義足でボイラーいました。僕のセリフじゃん。じゃあやめてくださいよ。おや、センタンどこで見ました、アベレージさん。センタンさんはエレクトリカルの前らへんで、僕がちょうどエレクトリカルの前のドアについたらへんで、なんか上から降りてきたのかな。合ってますかね。うん、僕は一応言っとくと、リアクターの右上直し行ったら、ピンク、青、緑、黄色がその辺にいて、でもう任せて僕はストレージ入って、左上の給油して、で、その後、エレクトリカル前の迷路してたんで、多分、他視点で全部白証明できると思う、僕の。竹尾さんか義足さん、どっちかが、はい、お互い以外の誰かに見られたってあります？ボイラーに行くまで。リアクターが鳴ったじゃないですか、最初。はい。
で、あれ、貴族さんと竹雄で直してるんですよ。で、その後、セキュリティの方行って、O2、ボイラーっていう順なんで、それまでの間に、そのペア以外で見合った人はいない？貴族さん、いないはずです。クロムさんが左上のリアクター直しに行ってるの、貴族さん見てないです。で、しかも、それだと、クロムさんがどっから入ったかが不明だから、多分二郎なんじゃない、うん、って思っちゃうけど。なんかと思っちゃうけどな。思っちゃうけど。あと、ちなみにアベレージ通報ボタンを押したのリアクター鳴ってる最中です。僕ボタン。もう詰みですね。これは。ありがとうございます。はい。はい、ちなみに一応なんですけど、高田さんが言ってた、あ、でもそっか、4人いてるからさすがにそこで黒は無理か。4人組、右上4人組は弁当使っても無理だと思います。もうそれはその、うん、高田さんが言ったメンバーはお互い認識してるっていう。認識してると思う、多分認識してる、うん、はい。ちょっと竹雄さんに聞きたいのが、はいはい、貴族さんとどこまで一緒、どこから一緒でどこまで一緒だったんですか。リアクター直して、うん、エレクトリカルのなんだっけな。で、リアクター直したとき、竹雄が押してるんですよ。左上で、その時に、ね、はい。多分、貴族さん来てたの、弁当よりもちょっと左ぐらいまで来てて、で、そこから合流して、で、そこからずっと一緒だったんですよ。記憶違いじゃなければ、クロムさんが左に行ってると思うんですけど、はい、リアクターの。クロムさんいましたよ。厳密に言うと僕、リアクターの一番奥までは行ってないんですけど、うん、その今、竹雄さんのおっしゃってた、まあ、弁当の穴の左くらいまで行ったときに、直って、うん、まあ、僕、誰が直してんのかで見に行ったら、うん、確か竹雄さんと黒目さんが直してたんだと思います。あれ黒目さんいた？あれ、いませんでしたっけ？ちょっと分かんないです。黒目さんだと思うんですよね。行ってるのは確認してると思ってて、義足さんが右から左に抜けていくのは見てるんですよ、リアクターの方の。自分押してたからそこまで確認はできてないけど。うんうん。義足さん視点、竹雄さんにできますか、犯行。でもその後確かにそのセキュリティ行ってからその左下にその後すぐ行ったんで、いやでも結構一緒にいたんで、僕目線は竹雄さん無理だと思うんですけど、まあ、なんかそう言うとなんか、かばってて二郎を疑われちゃいそうな気もします。二人はじゃあアベレージさんしかないってこと？のセリフしかない。かギリアルトさん。証言を、うん、まあ三、まあそうです。僕センターとストレージで合ってると思うんですけど。そうです。で僕もそれ見てます。なんか不安だったら誰かついてきてもらえれば。僕見えなかった。アベレージ竹雄でいいんじゃないですか。あ、いいですよ。あ、いいですよ。じゃあアベレージさん竹雄さん。了解です。はい、5、6、7、8。まあ一応はいはい、畑迫さん、はい、はい、あそこどこだ、あ、心電図左側ぐらい。とりあえず今回アベレージ竹雄は無理です。無理です。一応心電図付近いた人いませんか。
最後は O2 付近にいてました。一回も行ってないし、高田さんとそれなりに右上一緒だったけど、まあ、その辺です。トータスさん、こっちに来るとき、O2 側来るときってどういうルートで来られました？コミュニケーションの中やってから来たかな。その前は、うん、その前誰かとすれ違ってます？誰？武雄さんはコミュニケーションであった気がする。ああ、いました、いました。それアベレージ、後ろで見守ってました。うん、ってことは、ずっとコミュニケーションいたんですか？その前、コミュニケーション終わった後、外へ出て、左側の、はいはい、迷路をやってから、O2 行ったって感じかな。ああ、まあじゃあ、アブカ時系列。他神殿図付近にいた人いませんか？本当にいませんか？いないみたいですね。カメラで、義足さんが神殿図付近にいたのを見てます。はぁ！え？じゃあ義足さんじゃん。いや、アドミンには僕行ってましたけど、神殿図の神殿図付近いましたね。と、あと、雲を連れてる人が、神殿図から上に上がったのも見ました。雲、竹雄さんじゃないですか、うん、それは僕じゃないと思いますけど、はい、あ違う人の方が誰だっけ、まあ、一応竹雄さんとアベリジずっと一緒に行動してて、はい、竹雄さんキルは 100% 無理です。はい、まあ義足さんでいいんじゃない、うん、思うけど今義足さん最後ラボに合流したんですけど、どっちから来ました？僕左下からっすね。左下アドミン見てて、でまあ動き見ながらやって、でタスクやった後に、なんかウェポンの前あたり通ってっていう感じでした。それトータスさんと会ってんじゃないですか？あ、ごめん、見間違いの可能性もあるわ。じゃあコミュニケーションの横かもしんない。そうそう、コミュニケーションの横は行ってますね僕。はい、いやトータスでもいや部屋の中に、いや部屋の中で見たからな。会ってないような、分からん、なんか作業してたら。あ、了解です。いや、神殿図の僕行ってないですよ、マジで。先輩インポスターだと思う。ごめん、ちょっと、あ、ごめん、こっち。いいっすか。うーん。高田さん、なんて言いました？僕ですか？いやいや、違う。義足さんで絶対連れてると思うんだけど。だって先端がさ、仮に勘違いだった場合って、義足さんからしたら濡れ衣なのに、あのリアクションってインポスターでしかないかなと思っちゃって。あー、なるほど。義足さんって言ったら僕先端って聞こえました。あ、義足さん、義足さん。あー、オッケーオッケー。同意見、高田さんと賛成です。いやでもね、左下、室内の左下に見えたはずだから多分義足さんだと思うけど。でもなんかセッターとコムズ一緒にいなかった、うん、最後らへん。義足さんコムズっていうか、あのコミュニケーションサボタージュのやつ直してなかったラジオ、そのもっと後なんと、うん、終盤らへんってことじゃないですか。え、義足さん、多分クロムさん撮影は義足さんってことかな。ちょっとね、いつやったのか本当に分かんないんだけど。あ、初日って義足さんと竹雄さんってどっちの方が、下側の方に、なんだろう、先行ってました？それね、そうなんだよ、順番が出てこなかったのが全然納得できなかったね、僕も。2人がずっと作業してるってのがあったんですけど、どっちの方が先に作業してました、はい、それって。そうそうそう、あのエレクトリカルと O2 の間の廊下、うんうん、そこが閉まってたんで開けて最初に行ったのは竹雄なんですけど、うんうん、別にそんな離れてたわけじゃなかったんで、まあ、そうなると僕のセリフしか考えられないですよね、うん、そのパターン、なんだろう、殺害方法。あ、そうそうそう、だからまあもう竹雄さんとアベリ、うんうん、ロラでいいっすよ、まあ、そしたらまあでも無理しなくてもいいかなっていう気もするけど、どうします。まあでもせっかく投票したんで、うん、言っちゃってもいいんじゃないですか。じゃあ、いや村視点分かりやすくなるんだったらロラでいいんじゃないですか、うん、僕は確か押してないかな、セルフやってないんで。そしたら次やります、自分で。あ、宝さんちなみにどこに入れたん？これスキップ。だってこれアベレージとプラスアルファ誰かだったら竹雄釣ったら負けでしょ。うんうんうん、まあね、その通りなんだよね。あ、じゃあ竹雄さんと僕そのまま行動でもいいですし、一応僕は竹雄さんこ、投票します。うん、で釣れなかったらそのまま一緒に行動。まだ釣らなくていいのかなと思うから、うん、うん、やっぱ私もスキップかな。うん、 OK です。じゃあそのまま引き続きよろしくお願いいたします。はい、お願いします。お見合いみたいな。アベレージさん、アベレージさん、ちょっと一緒に、あ、ごめん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 。こっち、こっち、こっち。こっち、こっち。何もしないから、何もしないから。何もしない。何もしないから。
とだけ、ちょっとだけだから。うん、ドドン、あれサボタージュしてもらえてます？何もしないからちょっと、何もしないからちょっとこっちいいっすか。テレ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 、めっちゃ見てんじゃん。テテン、めっちゃ見てんじゃん。殺す余裕なんかないよ。サボタージュしてもらってます？これって。いいですか。もうやるしかないね。さあ、どっからでもかかってこい。俺は殺すぞ。俺はお前らを殺してやる。どっからでもかかってこい。あの、バイタルを見た瞬間に、あの、BB がなったんですけど。そう。で、オレンジだよね。オレンジが死にましたよ、ね。アベレージが死んでました。サントスさんも一緒に。はい、ね。で、私見て、その後、私がアドミン、うん、アドミンで見て、うん、アドミンで見た瞬間に、全部が、アドミン1以外が消失することになったので、うん、どこの部屋にも死体はないです。あの、アドミンで確認する場所にはどこにもない。だから、一応ひたすら歩いていったんですけども、左ルートドロップシップ前の道とかはすごいレポートメントしながら見つけられなかったんで、うん、の道中の真ん中か右側とかかな。右ないっすね、うん、右僕降りてきましたけどなかったっす。どこだじゃあ。いいですか。どうぞどうぞ。私が殺しました。さて地帯はどこにあるでしょう。皆さんで考えてください。やっぱりか、なんかエレクトリカルぐらいでも殺すのかなと思ったけど、まあ皆さんで必死に考えてください。なんで優位に立とうとしての犯人の何なん。何なん。あれ標本室つながってる通路あたりじゃん。標本室は僕いましたけど、じゃあ違うか。まあどの時間帯に死んじゃったかわかんないんであれなんですけど、トータスさんがその時通ってるはずだから、おう、うん、その辺に停電した時いたでしょ。あの辺にいてた、いましたよね。うん、うん、多分そうやと思う。じゃあ武雄さんのさっきのローラーしてくださいはもう結構積んでるから次のゲーム行きましょうって意味のローラー提案だったってことですか。
いやでも武田さんが今考えてほしいのは死体の場所だから、じゃあ考えましょう。めっちゃ考えました。当てられないと僕の勝ちですよ。急なルール、新しいルール追加された。そうそうみたいな。一旦下のとこ、ウェポンの右とか、あのカフェの下のとこ。いや、俺多分ね、いや途中で一回二人に出会ったよ、メドベーで。ラボ？ラボ、ラボで。でも外ってことでしょ、今回。え、あのやから。右のリアクター。もうリアクター。右のリアクター直したの俺なんよね。あ、じゃあ。あ、そうか。シンデーズと間か？いや、わからん。すごい左折れないな。正解はエレクトリカルと O2 の間の廊下です。廊下ちゃんと足りないんだ。ナイスジー、ナイスです。あ、どっちもカウントされないんだ。なるほどね。あれなんか武雄さんが完全に便器みたいになってましたね。そうです。来たものどっからでもかかってこい。強い意志を感じました。めっちゃ面白かったあれ。あれだ、今死体の位置分かんなかったんでインポスターの勝ちってことでいいです。いや、素晴らしい。ミスったな。いやー、申し訳ない必殺武雄さん。特殊勝利を使おうとしないでください。いやー、ほぼほぼ積みましたね、あれ。いやー、積みましたね、本当に。いや、先端さんの急にカメラ見てましたで、ちょっともう胸がキュンとしちゃいましたもん。怖いですね、あれ。心臓病的な意味で胸キュンとしてるじゃないですか。畑迫さん見つけられてよかった。いやもう、でかっここだったらすぐ誰か見つけてくれるだろうと思って。あれ、皆さんまだ大丈夫です、時間的に。大丈夫です。一旦お手洗いできます。あ、はい。はい。はい、もともとがすみません、予告は24時目処って言ってたんですけども、まあ一応まだなってないので、はい、ちょうどいい時間ではありますよね。はい、まあただもう一回やってもいいかなと思ってるんで、ラストとかにします、はい、ラストにしましょうか。ラストにしましょうか。戻ってきて、まあ、このままだとちょっと村完封になりそうだから、最後村がを倒せればどうかをやって。確かに。いや、もうスター勝利ない。ポスターやりたくないですもん。ロクさんやりすぎじゃん。本当に多いな今日。一回も引いてないですマジで。インポスター私も引いてない。サントスも引いてない。やりたいですよね、なんか、うん、権利譲渡したいですもん途中で本当に。今日はそういう日ですね。一人になったらキルクールタイム下げるとか、そういう設定来てほしいな。あー、なるほど。面白いな。細かいカスタマイズできたらなんか面白い。そう、なんか2人の時は30秒で、1人だと15秒とかあったらなんかバランスが良さそうだよ。せめて25の気もするけど、なんか強くなるのはいいっすね。1人になったら強くなるのは面白いと思う。うんうん。ピッコロ殺された時のご飯みたいな感じでいいじゃないですか。毎回思うんだけど、黒川さんネタ古いんだよな。確かに。若いわけ古いんだよな。